はい、本日はですね、フラッキングアウトにより日本の将来はどうなるのか、そしてですね、日本赤線が重要な理由、重要性について話したいと思います。まずフラッキングアウトについてなんですけれども、前の動画の概要欄にも簡単に説明した通り、フラッキングアウトとはですね、発展途上国、後進国などに、船会社を建てて設立してですね、船員費などを削減しようという、そういった対策、試みになっています。現にですね、昭和から平成、令和にかけて、だいたい日本赤線10分の1、およそ10分の1ほど少なくなっているんですね。そういった現状があります。それはなぜかというと、日本赤線が少なくなって、そして、少なくしてですね、で、そういった後進国で船会社を設立するということですね。このままで、日本はいいのかと。このまま日本人の船員が少なくなって、そして日本赤線が減る、こういったままでいいのかということを不安に、いろいろ海運業界もですね、そういった問題が出てきているわけです。そこでですね、日本赤線というのは改めて、重要です、重要だよねということを話したいと思います。その重要な理由について、なんですけれども、5つありますね。で、1つ目、後進国に左右されない。まあそうですよね。やはり、例えばパナマ赤線、リベリア赤線なんかによると、そのパナマやリベリアの国の経済なんかによって、いろいろ左右されてしまいますよね、やはり。そういった、やはり日本赤線であると、そういった線で左右されずに安定した輸入輸出ができると、可能ですよということです。そして2つ目、船員の維持発展なんですけれども、この船員というのは日本人船員ですね。やはり、日本赤線を持って、で、日本人を乗せることによってですね、やはり、そのノウハウの、日本人船員のノウハウの維持も可能ですし、そういった技術の向上なんか発展の可能が可能であるということですね。やはりそういった外国赤線だと日本人が少なくなってきます。そして、もし万が一ですね、その後進国に何かあって、その外国人のクルーが母国に帰ってしまうと、そういった状態に置かれてしまうとですね、もし緊急で日本人の船員を雇うことになっても、そういった日本人が少ないとですね、やはりそういった運航もできないわけです。やはり内航線はまだしも、外航線になると様々な、何ヶ月もですね、船に乗船して、いろんなスキル、技術が求められていくわけですから、やはりですね、日本赤線、を持って日本人を運航させる、日本人で運航させることによって、その船員のノウハウを維持していくと。そういったことがやはり大切なのかなと思いますね。そして3つ目、外交の安定なんですけれども、やはり外国とですね、安定した立場で交渉することが可能になってきます。はい。日本人、日本の船ですから、日本というのは先進国で、世界でもですね、トップの GDP を誇る国なわけです。ですから、アメリカなどですね、安定した条約が結ばれている、そして安定した関係を築いているからこその、やはり日本の船だからこそ、外国からもですね、安心していろんな交渉ができるんですよね。はい。そして4つ目、技術力と安定性と書いてるんですけど、安全性と書いてるんですけれども、日本人はですね、昔から車の製造技術なんかも言われてますけれども、外国から結構日本の技術というのは称賛されていますよね。それと同じくですね、やはり船員の技術、運航技術というのは、他の国と比べて、高くてですね、そして安全性が高いと、昔から言われています。はい。そういった意味で、事故も少なく、そういった安全性がありますよということですね。そして5つ目、国家による保護ですね。やはり日本の、船なわけで、何かあればですね、国家による保護が受けられると。緊急時でもですね、やはり、そこが信頼できるんですね。はい。このような5つのこと、ことによってですね、やはり改めて日本赤線、というのは重要なんだなということが分かると思います。はい。ですからですね、このまま日本というのはフラッキングアウトで、外国赤線が増えてしまう、
外国人ですね、外国人クルーが増えてしまう、このままでいいのかという問題に今現状日本は直面しているわけですね。